暗いはい、どうも、たまおさんのかっちです。今日はゆうちゃんにドッキリを仕掛けたいと思います。で、何のドッキリかと言いますと、僕の顔がどんどん黒くなっていったらゆうちゃんは気づくのかってことで、ドッキリやっていきたいと思います。今ちょうど撮影が終わって、もうカメラオンにしといてバレてないんで、こっからレベル1いっちゃいたいと思います。最初はちょっと肌色ぐらい。でもこれで気づかれんじゃない？レベル1の完成。とりあえずこれで行ってきます。よいしょ。いや、撮影疲れたわ。 TikTok じゃん。最近見てる？見てるよ。こいつ黒くね？ね。焼いてんのかな？やっぱ焼いてんかな。やべ、トイレ行ってきていい？え？トイレ。全然バレなかった。うわ、いつもの俺じゃ気づかれっか。ではレベル2いってきます。まだ見てんの？このワンちゃんめっちゃ可愛いんだけど。可愛い。ねえ。すごい。ペチャクチャ言うね、たまにね。そんなこと言ってないよ。ペチャクチャしてる。いつもなんかやだ、触んないでほしい。うるせえ、トイレ。また？顔見られた。多分ちょっと気にしてると思う。レベル3。この大会の時使ってました。よだれ出ちゃった。はぁ、白。レベル3、いってきます。ケツ当たり。じゃん。臭い。ゆうちゃん生まれ変わったらさ、なりたいものってあんの？でもね、人間だけ嫌なの。カッチは？隅っこ暮らしの緑。似てんじゃん、もう。目がね、この楕円形なとこやんで。黒くね？いやいやいや、黒くねえし。だって最近俺ひげ隠しでちょっとファンですごいしてる。いや、待って、色間違ってるよ。間違えてねえよ。絶対やめた方がいいよ、それ。いつもこれだから。洗ってき？洗わねえ。やべやべ、完全にバレた。隅っこの楕円形からバレてった。もうこれ最後なんで、もうがっつり塗ってきます。やばくね？これさ、泥団子じゃん。もう、日本でいないんじゃない？こんな黒い人。気づかれちゃったんで、関係ねえ。最後、気づかれに行ってきます。では。黒ちょっとヒゲが目立っちゃってさ、ちょっとヒゲ隠してきた。やばいよ。てってれー。やばいもん。いや、なんか俺最近ドッキリ仕掛けられっぱなしだから、今回カッチがゆうちゃんに僕の顔が徐々に黒くなってったら気づくかドッキリでした。イエーイ。そう、気づかなかったでしょ、ついてんの。あ、ほんとだ、光ってる。気づくよ。だってこれの1個前ちょっと塗ってたべ。それだってもう分かったもん。それなんかトイレつって逃げたもん。でも実際俺1回と2回薄めでしてたの気づいた。何？1回と2回。最初の方をトイレ4回行ってんだけど、その前にもちょっと帰ったのよ、気づく前に。嘘で、これの1個前になんか塗ってたのは分かる。それ以外にも塗ってたってこと？そう。全然分かんなかった。日頃からゆうちゃんがいない間に練習した成果が出ました。顔を黒くしちゃうと気持ちもそういうキャラになる。きまして。そう、きました。それでなんかさ、これから出た方がいいんじゃない？これからカッチはこのメイクで他の企画もやっていくので、応援よろしくお願いします。私のファンで使ってないよね。使っちゃった。あ、ふざけんな。使うなよ。絶対使い方わかんないじゃん。だから YouTube とか見てめちゃめちゃ練習した。絶対なんか5プッシュとか6プッシュとか使ったでしょ。10プッシュぐらい使った。ねえ、買ってね。じゃあこれからもこういうドッキリの企画見たい人はゆうちゃんに化粧品を買ってあげてください。そしてこれからも僕たちの動画見てくれる人はチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの通知よろしくお願いします。お願いします。ではこの辺でありがとうございました。